さんもツイッターで最近ですね、はい、本を読むしか成功の方法や楽しく生きる近道はないですとつぶやいていらっしゃいました、はい、そうです。本読まなきゃダメ、もう人生で苦しいとか辛いとかいろいろ聞いてるんですけど、本読む方が絶対楽だし、本を読んで知識を増やして、うん、本の中にもうほぼ答え書いてありますからね。あとそのまま素直にやればいいので、うん、このところ聞いてる方、本読まなきゃダメです。本当にそうですよね。本だけ読んでいいです。本当にスマホのゲームとか、まあそれもいいんですけど、娯楽としてね遊ぶんだけど、本当に寝る前の10分でもいいので、うん、ちょっとずつちょっとずつ本を読んだ方が人生は変わってきますので、必ず本は読んでください、うん、本って分母が大きいじゃないですか、はい、だからその気持ちの時にこの本に出会うかっていうのが面白かったりしますよね、うん、そうなんですよ。でお金持ってないと思ったらもう図書館もあるし、今中古の本もありますから、もうだってめちゃくちゃ1円とかで本売ってるから、うん、いい本山のようにあるので、挫折してもいいんですよ。最初の5、6ページで諦めてもいいので、多分読む習慣をつけるってすごい大事なことなので、読むようにしておいてください。先ほどのダメンズのお話で、200人中199人は外れということが、男性陣はどうやらぐさっと刺さっていていや悪口じゃないですよ。化けるか化けないかって言ったら、男の化け方って男にしか、本当昔の戦国武将と一緒で、この人についていこうと思ったらね、秀吉が信長って化けたように、男は大化けする可能性はあるんですけども、うん、それまでもともと幼稚なんですよ男は。だって10代の時にゲームが好きで、30過ぎてもゲームが好きで、50過ぎてもゲームが好きでみたいな成長しない人は成長しないんで、男のいい見つけ方のポイントをお教えしましょうか。一番いいのは趣味がどんどん成長するかどうかです。もう変わっていって、変わっていく、まあ、例えばアイドルソング好きでした、それは別に、そこからだんだんソロのアーティスト変わってジャズが好きになるとか、うん、飲み物も最初ビールだったらサワーとか、いろいろあるのに、最後嗜好品のウイスキーとかワインに変わってくるとか、これ変わった成長する男って何か前に進んでるので、いいポイント。なるほど。あともう一個あるのは、お金を全く使わないままでデートして、それが楽しかったら最高にいいよとか。なるほど。今日1000円ねって決めた方がいいです。スマホも全部置いて、はい、今日1000円だけでどれだけ楽しいかっていう実験してください。それ面白いですね。でお金がない状態でも自分の彼女を楽しませるっていう、要はアイデアがある人なので、うん、その人って一生大丈夫です。お金がなくても楽しませるから。それは挫折があっても絶対その女の人を楽しませられるので、うん、一番ダメなのはお金ある男です。お金を使っていいホテルでいいって遊んでるところって、もうお金が強いだけなので、うんうん、お金持ちで遊んでもらうので、何もそういう才能がないので。なるほど。お金がない時の男の本領が出るんで、お金ないナチデートをどんだけしてみるかによったら、いい男見極められますので、やってみてください。ハイスペックに要注意ということですね。そうですね。ハイスペックはまあ育ちもあるんでいいんですけど、面白さはお金ない時に出ますから、はい、やってみるといいです。ぜひ見極めてみてくださいね、はい。ダメ男ばかり好きになります。私のことを好きと言ってくれる人が現れますか。あ、これね最近あるんですけど、うん、ダメンズで引っかかるダメ男は、なんかの僕データ見たんですけど、うん、この男がすごくいいっていう男って何百分の1なんですけど、知ってます？何ですか？200分の1ぐらいしかないんですよ。そうなんですか？めちゃくちゃいい男って200人のうち1人がしかないんですって。じゃあダメンズの人数が多いってことですか？199人外れなんですよ、そもそも。外れていかないんですよ。男はまあ化けるので成長するんですが、もともとそんなにすごいいい男ってもう20代前半で駆られてもいないので。駆られてほぼほぼいないんです、であとはもう化けるの待つしかないので。だからこの番組でもこうやってダメンズ好きなんですっていうの多いですもんね。もともとダメだっていう女性が大体ダメですけどね。そうですね、人のことダメだって言っちゃうのは、うん、周りもちさんを習いまして、もともと確かに変な人好きです。変わった人、やんちゃな男で、最初の印象だけで決めるので、だからダメだと思ったら、自分でどう成長させ相手に変わってもらえるように、自分がすごく変わらないと相手も変わりませんから。で恋に、ね、刺激を求めるんですよ、うん、ワクワクとかドキドキとか、ワクワクドキドキ恋に求めたら大体ろくな人生送らないので、いらないです。恋にドキドキはつきものだと思ってました。そのときめくとドキドキは違いますよ。最初の素敵だなって感じは大事なんですけども、その後のドキドキとか、その刺激を求め始めると大体ろくなことになりませんので。なるほど。もう諦めてください。バッサリ。出会い的には今年の年末、来年か2021年新しい出会いがありますんで、うん、そちらの方の方がうまくいきますので、うん、周りがいいよっていう人にしましょう。それが一番です。あ、前回もおっしゃってましたね。そうです。人の意見を聞く。聞く。そう、自分で選んだら大体失敗しますから、うん、だってダメンズばっか引っかかる人が自分で選ぶからまだダメなんだから自分がもう選ぶ才能ないなんて諦めて、それを放棄して選んでっつって、はい、これがいいですよって言ったらもうそれでいいので、間違いないですね。それが一番です。はい。
私は金運を見ていただきたいです、はい、私はあと2週間ほどでお給料日なのですが、所持金が20円しかありませんえ、漫画の話と思われるかもしれませんが本当です。仕事のストレス発散でやけ食いしたり、行けなかった舞台のチケットが急に手に入って、それにつぎ込んだからなので自業自得なのは分かってます。ですがお金があっても使ってしまうので、このような人間は金銭管理どのようにしたらいいのでしょうか。いや、もうこれもう無理ですよ。20円2週間どうしよう。ロビンソンさん占いました、いや僕この間会いました、あと20日間ゼロなんですけどって言いましたよ。えゼロってどうするんですか。どうするんですか。やるものでなんとかしますみたいな。20円でほぼゼロですからね。ロビンソンさん占いました。ああでも寝がせこいのと、自分がこれに価値があると思ったら急にお金を出すっていうのと、ガラクタにお金が変わるっていう星を持ってまして、ああちまちまケチケチするほどよりお金回らなくなってくるので、うん、このタイプ、まず給料もらいましたらもう3分の1とかもう3分の2それと多いか10分の1でもいい、もう銀行預けてないもんだとしてください、うん、もう天引きシステム使って そこからがスタートにしないとダメです。で欲しいものにお金使ったらすぐなくなるので、本当に必要なものかどうかだけを判断してお金使うようになるとお金が貯まってきますので、うん、あともう3000円から始める投資の本がありますので、あれ読んで3000円からファンド投資して銀行に預けてもなかなか増えないので、それちょこちょこ増やしていくしかないので、お金を一回勉強した方がいいですよ。このタイプは流れと仕組みを、そうすると来年2021年22年ぐらいからじわじわ貯まってくると思いますので、うん、頑張ってください。はい、必要なものだけですね。お金のことより恋愛も全然ないですよ。大丈夫かな。どうしよう全然モテない星を持ってるんで。そうですか。頑張ってください。まずは生活費のところから。そうですね。はい、今年の乱期の年の乱期の月に17年営業していた飲食店を閉めることになりました。来年からの生き方が全く見えず真っ暗です。どのように落ちぶれていくか恐怖で体が震えています。良きアドバイスをよろしくお願いいたします。という乱期って一番運気が乱れる時で、僕の占いの中で一番、運が悪いっていうか、裏に出る時なので、うこういったことになりやすいんですが、ねねっちさん占いまして、ことあでもそうですね、体調さえ崩れなければ、流れは作れると思いますので、でもそうですね、状況的にもありますけど、これまで全然やったことない仕事をやることになると思います、うん、なので今やってきたその飲食店の地下、ある程度ノウハウとかできると思いますので、それ手伝ってくださいみたいなところで多分料理ができると思いますので、そこでやり始めるか、あと営業の仕事が向いてて出てるので、なんかそこでノウハウがあれば営業の仕事が一番いいかなと思います。今年が確かに一番しんどいところに入ってますんで、2021年で言われた時にこの仕事どうぞって、これどうって言われたら、それはって逆らっちゃいけないですよ、うん、素直に、ああじゃあでも助け船来た時にはそのまま素直に乗ってください。そこで儲けようとかすると良くないんですが、あ善意ある人から来た話ならちょっと不向きだけど勉強のためにやってみようかなとか、お手伝いぐらいでもいいからやってみようかなと、お金のことは二の